八百長が噂された力士たち。昭和の大横綱千代の富士は八百長が噂されていた。これは元小結隊が証言しており、53連勝も6割が八百長とされている。横綱朝青龍の連続優勝も八百長の噂が上がっていた。朝青龍は白星を80円で勝っていたという噂が出ていた。初の兄弟決戦になった貴乃花若乃花の取り組みも八百長ではないかという噂がある。これは貴乃花の負け方があまりに不自然で八百長ではないかと見られていた。この取り組みは前日に師匠であり父の二子山親方が貴乃花に明日は分かってるだろうなと言っていた。貴乃花も引退後にこの取り組みについてやりにくかったと発言した。元関脇貴闘力は引退後に自身の YouTube でほとんどの力士が八百長に関与していたと告白。貴闘力が現役だった頃は特に八百長が横行していた時代だと考えることができる。